皆さんこんにちは、チャッキーです。今回はね、お料理研究家リュウジさんのね、豆腐ステーキめちゃくちゃうまそうだったんで、早速真似して作ってみました。最後にね、まあ私の目線ですけど、少しね、こうした方がいいかなっていうのが作った後に分かれば紹介したいと思いますんでね、最後までよろしくお願いします。それでは今日もポジャッと作ろうか。それでは材料を紹介していきたいと思います。まずはね、木綿豆腐1丁、濃い口醤油、酒、みりん、砂糖、おろしにんにく、バター。材料は以上です。まずはね、こちら木綿豆腐の方を切り分けてください。リュウジのお兄さんはね、縦半分にこうスライスしてましたんで、それぐらいの大きさにしたいと思います。今回使うね、豆腐長方形だったんで、半分に切った後にね、真っ二つにこうスライスします。はい、こんな感じです。まずはフライパンにね、バターを入れて火をつけてください。火力はね、中火より少し強いぐらいがいいそうです。この状態でフライパンを温めて、バターをしっかり溶かしていきます。バターを溶かしてね、全体的になじませてね、バターがこうちょっとボコボコとね、泡が立ってきましたら、先ほど切っておいた豆腐、こちらの方を入れていきます。このままね、豆腐の表面にね、美味しそうな焼き色がつくまでしっかりと両面焼いていきます。少し焼き色がついた方がね、香ばしい香りがして食べた時に美味しいと思います。豆腐を焼いている時にね、こうフライパンを揺すりながらね、豆腐を動かしてやるとね、綺麗な焼き色がつけれると思います。豆腐の裏側がね、焼けて焼き色がついてきたら、豆腐をひっくり返します。はい、こんな感じでいい感じの状態ですね。4枚ともね、ひっくり返して両面全体的に焼いていきます。豆腐の両面をね、しっかりと焼いて、香ばしい焼き色がついたらね、調味料を加えていきます。豆腐の方がしっかり焼けてきましたらね、先ほど用意しておいたお醤油、お酒、みりん、お砂糖、こちらを加えてね、このまま中火で半分ぐらい煮詰まるまで絡めてください。少しね、煮詰まってきましたら、用意しておいたニンニクですね、このおろしニンニク、こちらを入れてね、タレ全体と絡めていきます。リュウジさんはね、生のニンニクをその場ではすりおろしてましたけどね、手際良くないとできないんで、もう初めからやっといた方がいいと思います。はい、こんな感じで全体的に煮絡んだらね、盛り付けていきます。豆腐の方が綺麗に焼けましたら、器に盛り付けていってください。熱いのでね、気をつけてください。はい、こんな感じで盛り付けます。あとはね、先ほどのこの煮汁が余っていれば上からかけてください。こんな感じですね。ここからはね、もうお好みになると思います。リュウジさんはブラックペッパーかけてたんで、僕もかけたいと思います。刻みネギなんかでも美味しいと思いますね。はい、これでね、もうめちゃくちゃ美味しい、まるで肉みたいなね、豆腐ステーキ完成です。はい、完成いたしました。こちらね、料理研究家リュウジさんがね、考案した豆腐ステーキ、めちゃくちゃ簡単でした。それでは早速、今日もいただきます。いや、これ多分ね、美味しいよ。もう食べんでもわかる、美味しいはず。熱々です。あ、もうこのタレがめちゃくちゃうまいですね。ニンニクも効いてる。仕上げのブラックペッパーもね、これは最高ですね。これはおかずにもなるし、おつまみにももってこいじゃないでしょうか。そうですね、私の目線から言うとね、さらに美味しくする方法は、
豆腐の身ね、水分を初めにちょっと切っておいた方が水っぽくならなくてね、もっと美味しくできると思います。あとね、調味料の方をね、調理しながら加えていったんですけど、まあ初めから混ぜ合わせておいて、それを一気に入れる方がね、失敗なくね、焦がさず作れると思いますんで、まああまり料理に慣れてない方はね、初めに調理味料を全部合わせといてもいいと思います。でもね、リュウギさんみたいに調理に慣れてる人は手際よくできるので、作りながら調味料を入れるのはいいと思うんですがね、あまり慣れてない方がやるとね、もたもたしてる間にね、焦げちゃう可能性もあるので気をつけてください。あと旨味調味料の方もね、リュウギさん入れてましたけどね、ごめんなさい、うちお店になかったんで、ちょっと今回は入れてませんけど、多分あれを入れる方がね、さらに美味しくなると思います。はい、ということで今回はね、リュウジさんが考案したハーブステーキ、めちゃくちゃ簡単なんで、ぜひ試してほしいですね。これはおすすめです。今回はね、リュウジさんの豆腐ステーキをそうだったので作ってみました。以上となります。ありがとうございました。